こんにちは、みほです。今日は朝ごはんを食べた後、いつものようにボクササイズをやり、その後でふとツイッターのヘッダーの写真とアイコンを変えようと思って、どんな風にしようかまず紙に書いています。ツイッターはあまり最近開いていません。何かをつぶやこうと思っても考えすぎてしまって文字にできないんですよね。何かお知らせがあるときは書いたりするんですけれども、こんなことを思ったとか、こんなことがありましたとか、そういうことを文字にするのは苦手で、ものすごく時間がかかってしまいます。まあそんな感じで、ツイッターのヘッダーの画像を作り終わったら、気分が乗ってきたので YouTube のトップページの画像も作ったりなんかしました。イラストレーターとフォトショップの授業で習ったことを駆使して少し修正しました。心新たに頑張ります。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。